はい、ですね、先日あの広告大賞、茨城広告大賞の商品が届きましたっていう動画をあれさせていただいたと思うんですけど、あれってなんだよ。今日はですね、その商品の常陸牛を使いまして、すき焼きをね、やってみようと思います。一人すき焼き、一人鍋ですき焼きします。これね、旅館なんかで出てくるね、固形燃料の時出てくる鉄鍋なんだよね。で、ちょっと固形燃料じゃなくて、ガス使っちゃいます。はい、まずね、牛脂まだ温まってないな。はい、牛脂ある程度溶かしたら、ネギ入れます。はい、ネギに焼き色がついたところで、常陸牛を入れちゃいましょう。で、少し焼き色をつけてあげると、わー、素晴らしい、いい匂いがしております。そしたら割り下、はい、ではですね、人参、それから白菜で、えのきで、焼き豆腐一人用なんでね、もうマックスです。えのきが多いな、これ。でもうちょっとね、お肉あるんで、もうちょっと入れときましょうか、ね、で割り下足します。こんな感じ。さあ、そうしましたら、まあ、あとはね、野菜から、白菜からね、水分出てくると思いますんで、ちょっと、よいしょ、これで蓋をします。さあ、出来上がりまでしばらくお待ちください。はい、生卵です。さあ、では開封の儀行ってみようと思います。いきます。こんにちは。おー、わお、うまそうだな。卵を溶いてと、いい感じですね。これちょっとまだ赤いな。ちょっと待って、お肉ちょっと待ちましょう。お肉待ちましょうね。ネギ、えのき、白菜、人参、下の方のお肉は大丈夫ですね、多分。よいしょ。ちょっと硬くなっちゃってんだ。硬くなっちゃってな、これ。では、いただいてみようと思います。うん、うまっ。これ、でもね、ちょっと赤い方がいいな。赤い方がいいぞ。ただね、完全に火通っちゃっても非常にね、柔らかいです。これ思ったんですけど、こうね、お肉しゃぶしゃぶしたらどうなるのかなと。やばいですね、これ。どうですか、これ。これやばくないですか、これ。ね、霜降り苦手なんですけどね、すき焼きだと大丈夫ですね。
あー、いい感じですね、いい感じですね、いい感じでございます。うわー、すげーうまい。はい、ということで今日は、常陸牛を使って一人すき焼きっていう動画でした。以上です。じゃあいいね。さあ、いかがだったでしょうか。もしよかったらね、こちらも登録お願いします。じゃあいいね。